こんにちは、バランです。今日は、こんな風にキューブのパーツをたくさん作って、チェック柄のアクセサリーを作ってみたいと思います。今日使うものは、クリアのレジン液、タカラネイルのレジン着色剤パープル、ブルーとバイオレット、そして今日使うモールドはキューブやスティックが取れるモールドを使いたいと思います。この中のこの小さなキューブを使ってアクセサリーを作っていきたいと思います。過去の動画でもここのパーツを使ってアクセサリーを作ったりもしたので、ぜひそちらもご覧ください。
今回のチェック柄アクセサリーはこんな感じに仕上がりました。こんな風にピアスの金具を後ろに取り付けてピアスにしてあげてもいいし、リングパーツにくっつけてあげて指輪にしてあげてもとっても可愛いと思います。あとはこういったヒートンという金具をつけてあげてネックレスにしてあげても可愛いと思います。今回作ってみてちょっと時間がかかったのがこの色味を決めるところでした。いろんな色味のこのブロックを作って、これとこれは合うとか、これとこれはちょっと合わないかなっていう決める作業がなかなか時間がかかったんですけど、自分好みの色味をこう色合いを見ながら調節して合わせていくのがとっても楽しいところでもあるので、ぜひ好きな色味の着色剤を使って作っていただけたら嬉しいです。ガラスっぽい感じが夏にぴったりのアクセサリーだと思うので、ぜひこれからの季節に使えるかなと思いました。というわけで今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もしこの動画が少しでもいいなと思っていただければチャンネル登録よろしくお願いします。またぜひ次回の動画も見てください。ありがとうございました。